で、あ、やっぱり全部返してください。じゃあ、ビバオドの皆さんですって言っていいですか？はい。はい、じゃあ、2番目に出演はビバオドの皆さんです。どうぞ。お願いします。
ンコールであと4曲ほどお送りしたいと思いますけどね。今日はね、あの長丁場でね、まあ、トップバッターでスメルの皆様にあのすごいかっこいい演奏を見せてもらったのでね、ちょっとノリノリで私たちもノリノリな感じが伝わってますでしょうか。1曲目はね、誰の曲なんだろうね。 GGトップとかがやってますね。 GG トップの曲なのかな。 GG トップの曲です。 GG トップの曲ですね。ということで、あの教えていただきましたけどもね、2曲目はね、ボニーレイトの曲をやってみたいと思います。え、ダメ。別にいいよね。ドット祭にビバオールが出してもらうのは多分3回目3回目です。
ですよね。3回目だと思うんですけどね、あのビバオールが初めてライブをやったのがドット祭で、それがちょうど2年前で、で1年前のドット祭に出て、で今年のってことで、さっき2年って紹介してもらいましたけど、本当にちょうど2年ぐらいっていうことになりますね。まあだからなんだっていう話なんですけども、まあ2年おめでとうっていう皆さんと皆さん拍手ありがとうございます。じゃあね、ボニーレイトを今やったんですけども、はい、え、次はね、この間仙台に、この間仙台に来た、来てんがね、来たばっかりの人です。来たばっかりyou
ありがとうございます。シンディ・ローパーのね、この間来ましたよね。まあ私はお金がないんでね、見には行けなかったんですけどもね。じゃあ次はですね、あの確かうちらの次はトロルドムですよね。トロルね。で、あの魔法をかけるのはね、次のバンドに任せたいなと思ったんですけどね。次の曲はあなたに魔法をかけたのよという、だって私のものだからという。何ちょっとあの予想外だったんですけどね。ということで、皆さんに魔法をかけるのはトロルどもにお任せしたいんですけどね。そんな曲をやってみたいと思います。Thank you.
になりましてですね。ありがとうございます。今日は次が最後の曲なんですけどね。あとは、バンドでは12月の28日、もうクレームを差し迫った頃に、ライブインパクトといういつも縁でやってるイベントがありまして、それがね、100回目ということで、セカンドとサードを両方使ってやるみたいで、それに、出演しようかと思ってますので、皆さん絶対来るようにお願いだといいなという思っております。はい、よろしくお願いします。じゃあ最後の曲になります。Well, I'm
それはダメです。主催者としては絶対ダメです。ビバオールの皆さんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手を。ちなみにですけれども、ゆきちゃんはあさって誕生日です。皆さん誕生日おめでとうと言ってやってください。10月21日、年はねって言わないけど、一応ドット祭では若手の、ゆきちゃんの誕生日です。いや、ザ・スメルと、ビバオールと続いて、さすがドット祭クオリティ高いですね。